セントジェネビーブ軍、ミズーリ州、セントジェネビーブ軍は、アメリカ合衆国ミズーリ州の東部に位置する軍である。2010年国勢調査で、の人口は18,145人であり、2000年の17,842人から1.7%増加した。軍庁所在地は、セントジェネビーブ市、人口4,410人であり、同軍で人口最大の都市でもある。 セントジェネビーブ軍は1812年10月1日に設立され、軍名はスペイン領だった時の地区名を踏襲した。聖ジュヌビエーブはパリ市の守護聖人である。ミシシッピ川より西では最初期のヨーロッパ人開拓地があり、フランス領ミシシッピ川中流域の集落の一部だった。セントジェネビーブ軍はミシシッピ川の西岸にあり、セントルイス市から南約60マイル。 1 0 0トルに位置している。セントジェネビーブ市は、軍の主要都市かつ軍庁所在地であり、人口は5000人ほどを抱えている。セントジェネビーブ市は、水ズり州で、最初の高級的開拓地だった。設立の正確な日付は、他の多くの日付と同様に、家系図に結びつけられている。その採用する資料によって正確な都市については、意見の相違がある。 グッドスピードの南東ミズーリの歴史、さらには初期開拓者の子孫の多くによれば、1735年という年が最も一般に受け入れられているものである。カール・ジェイク・バーグ博士はその著書、セント・ジェネビーブ植民地で、初期の文書、地図、カトリック教会の文書に基づき、セント・ジェネビーブ市の設立年は1750年に近いという意見である。 いずれの年が正しいにしろ、セントジェネビーブ氏は約250年を超える歴史がある。セントジェネビーブの村は当初入りのイカントリーに含まれていた。これはフランスが領有を主張したオハイオ川の川口から北の五大湖、ミシシッピ川、ミズーリ川、オハイオ川の流域の土地であると一般に認められている。その首都はニューオーリンズとされ、現在のミズーリ州は アッパールイジアナに含まれていた。フランス人初期探検家や開拓者は18世紀初期にはセントジェネビーブ地域に入っていたことがわかっている。セントジェネビーブの町を設立した最も大きな要因はおそらく農業だった。ミシシッピ側の対岸のドシャルトルトリデやカスカスキア、トリデでは植民のために農業用地の必要性が高くなっていた。カスカスキアトリデの対岸は グランドチャンプあるいはビッグフィールドと呼ばれる川床の非常に肥沃なところだった。セントジェネビーブのオールドタウンはもともとここにあった。現在のセントジェネビーブ市からは南に約3マイル5キロメートルに位置している。セントジェネビーブの村は当初ミシシッピ川東岸にあったフランス人の町であるカホキア、カスカスキア、シャルトル、プレーリー・デュ、ロシェ、 セントフィリップから分かれたものだった。川床の肥沃な農業用地がフランス人開拓者をセントジェネビーブに引きつけた大きな要因だった。セントジェネビーブの民間と法的な事業のすべては最初の指揮者フィリップド・ロシェブレーブがセントジェネビーブに入った1766年頃までカスカスキアで営まれていたものだった。 現在セントジェネビーブの町がある場所は1785年の破壊的な洪水の後で川床から高所に移されたものである。1825年10月にジュリアン・ラブリーレが宣誓した供述書によれば古い村には50から60の小屋があった。その古い村は家の頂点まで水に浸かった。水は多くの場所で12ないし15フィート。 3.6から4.5メートルの深さになったとされている。ミシシッピ川は自然の障害だったが、その行き来は多く、日常のことだった。セントジェネビーブで最初の渡し船は1800年頃に始められた。ミズりリ州の開拓が始まった時、王政寺川とミシシッピ川の間では、王政寺族が唯一の居住するインディアンだった1787年頃、 1762年にフランスから領土を獲得したスペイン政府がシーニー族とデラウェア族のバンドを連れてきた。彼らはフランス人に友好的であり、王政持続から開拓者を守ることも助けた。フランス人がセントジェネビーブを設立し、入植した後、1788年頃には最初のアメリカ人開拓者が地域に現れ、ケープジラードや ニューマドリードから上流に入っていった。1794年頃からは、ペンシルベニア州、バージニア州、ケンタッキー州、テネシー州から、アメリカ人開拓者が、セントジェネビーブ地区に入ってきた。1840年からは、ドイツ人カトリック教徒がニューオフフェンバーグヤゼルに入るようになり、それから間もなく、ドイツ人、ルーテル教会員が、ペリー軍からセントジェネビーブに入ってきた。 1800年、フランスはスペインからルジアナを取り戻し、1803年、ナポレオン・ボナパルトはそこをアメリカ合衆国に売却した。アメリカ合衆国の役人が1804年に遺憾を受け、セント・ジェネビーブ軍は1812年にミズーリ州最初の軍として設立された。そこは昔のスペイン領、セント・ジェネビーブ地区だった。東はミシシッピ川、北は ジェファーソン軍、西はセントフランソワ軍、南はペリー軍と接していた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は509平方マイル、1318km であり、このうち陸地502平方マイル、1301km、水域は7平方マイル、17km で、水域率は1.29%である。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。セントジェネビーブ軍の25歳以上の住民のうち、73.8%は高校卒以上の学歴を持ち、8.1%は学士以上の学位を持っている。セントジェネビーブ軍の地方レベルでは、民主党が完全に政治を支配しており、軍の選挙で選ばれる役職を独占している。 大統領選挙のレベルでは、州内の他の田園部軍とは異なり、最も民主党支持の軍の一つである。2000年と2004年の大統領選挙では、ジョージ・ W ・ブッシュがセント・ジェネビー部軍で勝てなか。州内で、ジョン・ケリーに勝たせたのは114軍のうち4軍しかなく、その一つになった。2008年の選挙では、やはり州内の田園部にある軍と異なり、バラク・オバマが、 ジョン・マケインに勝利した。オバマは選んだのは、州内で旧軍しかなかった。大統領選挙で最後に、共和党候補が、セント・ジェネビーブ軍を制したのは1984年の、ロナルド・レーガンになっている。セント・ジェネビーブ軍は、田園部軍と同様、社会的にまた文化的に保守的であるが、経済問題については、リキシー・クラットに、典型的な中道あるいは、 人民主義的傾向もある。2004年の州民投票では、結婚を男と女の結合として定義する州、憲法改正案を、セントジェネビー部群は75.25%という、圧倒的多数で賛成した。州全体でも71%の賛成で可決し、ミズーリ州は、同性結婚を禁止する最初の州になった。2006年の州民投票では、 肺性幹細胞の研究を予算化し、合法化する憲法改正案がかけられたが、セントジェネビーブ軍では56.22%が反対した。州全体では51%の賛成と、かろうじて改正が成立し、肺性幹細胞の研究を最初に認めた州の一つになった。軍民は伝統的に社会問題に保守的であるが、 最低賃金の増加のような人民主義的施策は支持する傾向にある。やはり2006年の州民投票で最低賃金を時間あたり6.5ドルに増やす命題については、セントジェネビーブ郡では79.26%が支持した。この命題は州内のどの郡でも支持され 75.、75.94%が賛成した。 2008年の大統領予備選挙で、セントジェネビーブ群は2大政党の候補者をどちらも、州全体と全国で2位に終わったものを選んだ。民主党の予備選挙では、ヒラリー・クリントンが1位となり、さらに共和党予備選挙で投じられた、総票数よりも多かった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。